はい、ってことでこれから登場ですね。バスに乗って移動になります。はい、ということで今登場いたしました。今回はですね、まあ、国内線の1時間のフライトなので普通に33のコンフィギュレーションですね。で、まあ、席も国内線なので全然これぐらい1時間のフライトなので問題ないです。で、景色はこう翼側でした。翼の上にちょっと予約したような感じですけれども、まあ、結構お客さんがいっぱいいるような感じで、満席かはちょっとわからないんですけども、どんな感じか見ていきましょう。ドライバーさん手配もうすでにしているので迎えに来てくれてると思います。では初めてのニャチャンの空港です。ドメスティック国内線ですけどね、どんな感じか見てみましょう。天気はですね、曇りですね、はい、あっちが国際線になります。国際線も韓国から飛んでるかなと思います。ラビンラビン、はい、ってことで空港自体はすごく綺麗です。びっくりするぐらい地方空港なんですけど、こんなにターンテーブルが合計4つもあります。ってことでこれからですね、ドライバーさんが待っているので乗っていきましょう。非常に綺麗な空港です。はいはいはい、こちらがエグゼット出口ですね。おー、すごい。おー、めっちゃ綺麗な空港じゃないですか。ね、お、すごくない？すごく綺麗。これがニャちゃんの空港と思えないぐらい大、めっちゃ立派な空港ですね。で、2階が多分デパーチャーですね。で、うちらはもう出口、こっちに向かっていきましょう。お土産屋さんもすごいたくさんあります。食べ物屋さんも。ドライバーはもう待っているっていうことだったので、ちょっと行きましょう。大丈夫？バスもね、こっからこう乗れるんですけども、我々は行き、市内行きのバスはこちらですね。だいたい2,300〜2,400円ぐらいで行けます。で、今回は僕はタクシー業者さんに頼んで市内まで片道1,400円ぐらいです。
なのでこのバスだと乗った人がトン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 と降りていくので、すごく最終目的地の人は時間がかかってしまうということなので、まあ、今回は Google マップで見つけたタクシー会社を通して4人まで乗れるシートで、まあ、1700円ぐらいかなの場所をタクシーを選びましたということで、今車が来るそうです。 Thank you。はい、ってことでこれが有名な Welcome to ニャちゃんの何これモニュメントですね。はい、わあすごい大都会です。リゾート地、曇りなのでちょうどいい暑さですね。結構なんかジメッとあまりしてない感じがあるのかな、海沿いだけど。こっちがもう全部ビーチです。で反対側はホテルとかあるんですけど、こっち側はこうレストランが、海鮮レストランとか、まあ、ビーチクラブみたいな感じで、夜すごいうるさくなるそうですよ。はい、いや涼しい、すごいですね、綺麗です。シュッ、はい、ってことで到着しました。なんかすごいやってますね。はい、ということでこれからニャちゃんシェラトンのルームツアーを行いたいと思います。今回はなんと特別にアップグレードしていただいて、ジュニアスイートのお部屋1424のお部屋に泊まります。では入ります。まずこちらトイレです。トイレがありますね。非常に綺麗でシンプルなトイレなんですけど、タオルもありますよね。で正面から入ればこんな感じで、とにかく一番驚いたのは景色よりもこのテレビの大きさ、すごいですよね。でこちらがリビングルームになります。そしてリビングルーム、ソファーがあってテーブル、そしてちょっとこう書斎みたいな感じのところがあるんですけど、ここからこう見ると景色がすごい綺麗です。うわー美しい、本当に綺麗です。そしてこちら側ですね、なんとこちらにもバルコニーがあって、そしてセクシーなお部屋になりますね。はい、こんな感じで非常に綺麗です。ここもお風呂が入れてトイレがあります。そしてこちらがシャワーだけのシャワーブースになります。非常に綺麗ですね。There's gotta be a better life for me. There's gotta